こちらが今回作る建築の平面図ですね。まずは柱の位置にブロックを置いていきます。次に床を作ります。次に柱を立てていきます。そしたら畑の改造をね、どんどん作っていきます。まずは中央側、中央ですね。中央の一個手前にチェストを置きます。で、そのチェストにホッパーをくっつける。こんな感じかな。そしたらホッパーを5ブロックですね。こんな感じ。そしたらこの一番上のホッパーのところに土ブロックをね、置いてきます。そしたらここの周りに頭皮をね、板材を置いていきます。そしたら畑にするので水をね、つけたいので下にね、ブロックいきます。この下ですね。まあここの下に何かこんな感じでね、そしたらここの穴の部分に水を入れます。あとはここにハーフブロックを置いて蓋をしましょう。で、統合板とかでね、置けない場合は、まあ、こんな感じでトラップドアもでもいいですし、まあ、ほんと最悪は最悪、最悪の最悪は、まあ、こんな感じでトラップドアとか、もしくは、まあ、こうでも大丈夫。あとはね、これをね、高しやしていっちゃいましょう。はい、こんな感じで一番下の層ですね。であとはこれ上にね、登ったり降りたりするので、正面の右側の柱ですね、あれがね、あそこがね、乗り降りのメインのところになります。そしたらね、どんどんね、次の階層を作っていくんですけど、周りはね、まずね、ガラスで囲っていく。で、ここのブロックはね、ちょっといらないブロックですね。はい、こんな感じです。そしたら次を作る前にもう一本ね、柱を立てたいので、その準備をします。ここのね、下付きハーフブロックで置いていきます。こんな感じですね。台座のような感じで。で、一番奥と左側の柱の高さとね、同じ分積み上げていきます。高さはね、10ブロック。白樺のハーフから数えて10ブロックですね。
じゃあ上の階層を作っていきます。ちょっと形は特殊なんですけど、まあ一番簡単なのはまずね、この頭皮の板材と同じ高さで全部土ブロック埋めちゃいます。こんな感じで埋めました。で、この周りをねちょっと間引いていきます。こんな感じでやったら、この手前の部分ね、ここはこんな感じで頭皮の板材を置いてあげます。で、そしたらここの前の角の部分、ここをね削っていきます。最終的にはこんな感じで、ここは水源は中央側になるので、ここにブロックを作って、で穴開けて、まあ、下はまあまた何でもいいんですけど、まあ、こんな感じでいいか。で、上から水を入れてあげましょう。まあはしごはね作っててね、まあ落っこちないように注意して。で、水を入れます。水を入れたら蓋をする。で、そしたらまたねここを耕します。で、ここの2段目のね畑の完成です。まあ、あとはね種と種っていうか植えてあげて、で、そしたらここね次また周りも白樺でね囲ってあげます。で、2段目のね畑はガラス1ブロックだけ置いてってあげます。こんな感じですね。で、またね次の上の段を作るんですけど、まあ次の段はねどっちかっていうと一番最初に作った1段目のね畑と同じ感じ。まず仮ブロックだ3ブロック置いて、ここからねまたブロックを伸ばしていきます。で、またねこの角のところに水を入れるので、下からねまたここにこうやってブロックを置いていきます。さらにね、角に水を入れてあげましょう。はい、そしたらここの部分は真ん中ですね、ちょうど真ん中のところブロック1ブロック開けまして、そのままこんな感じでバッテンにします。バッテンというか十字ですね。で、あとはこれを耕してってあげましょう。はい、こんな感じ。そしたらここはねガラスをねどんどん上に乗っけましょう。どんどんというかね、じゃあ最後一番上の段ですね、まあ、続けようと思えばね無限に上まで立てられるんですけど、まあ、出がつくんだ本当にね、すごいタワーになりすぎちゃうんでね、このくらいにしときます。で、最後の段はまたね、全部一旦埋めちゃいます。で、中央側にまた穴を開けて、
まあ、はしごはね上に登れるようにつけてってあげましょう。でこんな感じでまたやったら水を入れて蓋をしてあげる。あとは真っ赤い耕す。はい、でこれでね畑は一応できました。で真ん中にこんな感じでねフェンスとランタンを置けばいい感じです。であと周りはねもうちょっとやるんですけど、レンガはね置いてってあげます。こんな感じでね畑の部分は完成です。うん、こんな感じですね。まあ、あとはねちょっと畑植える前にもうちょっとだけね調整していきます。で周りを作るときは、まあ、こんな感じでねはしごからはしご登ってきてこうブロックを置くで、こういう感じでやると周りにね足場ブロック作んなくてもうまくね作っていけるかと思います。でこういう切り返し部分、ここブロック置かないんですけど、何かね仮ブロックを置いてこう移動してこんな感じでやってあげるとこうジグザグジグザグやるだけなんでね、まあ、こんな感じでブロック置いていけるかと思います。サバイバルだとね空飛べないから大変なんでね。あとはねまだランタンとかつけてなかったんで、まずはねこの1階層の部分2階の部分はここのガラスの上、で最後はここの白樺の上。でそしたらね下の部分も作っていっちゃいましょう。まずはね一番最初に周りね囲っちゃいましょう。あとはね、せっかく種とかにね集まるんでコップ製造機ですね、ここに作っていきます。こんな感じ、上ね土ブロックだと開けられるんで大丈夫です。でこのままだとあんまりちょっとかっこよくっていうかねあんまり見た目良くないんで目隠しします。まあ、ブロック何でもいいんですけどこうやって仮ブロックというか代わりのブロックを置いて周りをねこれで囲んじゃいます。
まあ、こんな感じですね。まあ、こっち側が作物、こっち側が骨粉ですね。上のチェストに種とか入れると骨粉になって下に出てくるようになってます。で、一応これでできたので、まあ種の植え方なんですけど、上からですね、上から種持って上まで登って、ここに植えていきます。なんか可愛いでしょ、この上空の、これ屋上のガーデンみたいで。はい、で、植えたら次はここにね、降りていく。どんどん注意なのが、ここね、落っこちないようにね、穴あるから。別に落とし穴ってわけじゃないんだけどね。で、次はここね、真ん中から降りる、この木に向かって。そしたら次はこっち側。まあもう落っこちる場所ないからね、こんな感じでもうどんどん埋めちゃいましょう。うん、種が埋められない。で、一応下まで降りて、まあ、こんな感じでね、植えることができました。で、収穫するときね、収穫するときは、まあ端っこでね、グー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 って上に登ってって、まあちょっとまだ育ってないんだけど、この水、水バケツに、この水をね、この、ランタンに向かって水をジャーって流します。ジャーって流すとこんな感じでポコ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 って、こんな感じでね、どん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 流れていきます。こうやってこうやってね。で、こっち側もこうバーって流れて端っこの方に行ってどんどん流れてくる。で、あそこのホッパーで回収されると。ホッパー詰まるからさ、一気に回収されないんだけど。で、あとね、ここに、見て、こうやって溜まっちゃうでしょ？もうこれしょうがないの。こういうもんだから。これは手動でね、ちょっとめんどくさいんだけど、入れてあげる。で、溜まったやつが、こんな感じでね、入ってくるんで、ホッパーから、流れてって。で、あとはこの水の回収。で、水回収したら植えていくって言ってね、まあ、こんな感じかな。から上に登って水、上に登って水をジャーってやったらドーって回収されるから、ちょっとだけ待って、そしたら水止めて植えて下にどんどん降りていくって感じかね。で、ちょっと一個ね、忘れてたのがあるんだけれども、ここね、こんなようにやっておきましょう。たまにこんなようにやんないと、端っこにね、水詰まる時がある。こんなようにやっとくと、詰まんなくなるから。ここの端っこにね、食べ物とかが溜まってなっちゃうの。これ真ん中もね、こう溜まってるんだけど、まあ、これくらいはね、まあちょっといい、よしとする。で、ここもそう、まあ溜まって、見た感じ溜まってなきゃいけないけどね、なくてもいいんだけど、あった方が詰まりづらくなるから、もしやるんだったら常にやったし。で、こんな感じですね。で、あとね、ここもね、茶色いほら土見えてるでしょ、これ気に食わないって人はこんなにハーフブロック天井にこんなにつけてあげれば気にならなくなるんで、もしこういうのも気になっちゃうよっていう人がいたら、まあ、ここがね、結構不可能に近いんだけどね、やってあげてみてください。はい、ということで完成しました。食べ物収穫畑タワーですね。まあ、こんな感じでね、畑が自動で収穫できるね、タワー塔というかね、うん、まあ、こういう建物がね、できました。ちょっとね、まあ、いろいろ、まあ、あんまり効率良くなかったりとか、まあ、ちょっと収穫も全自動なんだけどちょっと取り切れなかったりとか、まあ、そういったね、ことはあるんですけど、もしよろしければね、皆さんのワールドにも建築してみてください。あと、この建築を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録お願いします。今後も前から建築動画配信していきます。ぜひまた見てください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。